ここは教室？誰もいないけど、僕寝てたはずなのにこんなに寝相悪かったっけ。ああ、寮に戻らなきゃ。やっぱりどこにも人がいない。とはいえ学園がテロリストに占拠されるあれでもなさそうだし、もしかして夢とか。あらあら、迷子かしら。え、バイオレットさん。ええ、バイオレットさんよ。こんにちは。うん、こんにちは。まさかこんなところで会うなんて思わなかった。それは私のセリフ。あなたどうしてこんなところにいるの？さあ、気づいたらいたんだよね。もしかしたら第二の人格に体を乗っ取られたのかも。あら、あなたの中に誰かいるの？うん、行ってみただけ。けど僕の知ってる中ではよくあるシチュエーションなんだよ。相変わらずね。結局どうしてここにいるかわからないんでしょ。案内してあげるわ。どこに？もちろん出口に。いや、ずっとここにいたいのなら私は構わないけど。さすがにずっと学園生活はな。冗談よ。さあ、こっち。ああ、うん。そういえば案内するって言ってたけど、バイオレットさん学園のこと知ってたっけ？最近詳しくなったのよ。あなたの近所に引っ越したから。引っ越しって、僕は寮生活なんだけど。それも知ってるわ。新しい家主が心配性なおかげでね。家主？ああ、こっちの話だから気にしないで。手のかかる子だからつい口が滑っちゃうの。家主なのに手がかかるんだ。ええ、まだまだ弱いんだもの。私の助けが必要なくらいにはね。家主に強いも弱いも関係ないんじゃない？でも弱いよりも強い方がいいでしょ。居候としてもそっちの方が安心だわ。それはそうだ。で、だいぶ歩いたと思うけど、まだ？焦らないの、もう少しよ。実は迷ってたりして。あら、どうして？なんとなく同じところを歩いてる気がしたから。バレちゃったみたいね。実はあなたと話がしたくて時間を稼いでいたの。それなら話し終わってから出口に向かえばいいだけじゃない？そうしたいのは山々だけど、学園から出られるのはいつになるかしらね。でも残念だわ。ん？おしゃべりはここまでってこと。さあ、到着よ。教室の前だね。校門とかじゃないの？この場所で会ってるわ。さあ、またお別れね。そっか、ありがとね。じゃあ帰るよ。これからもあなたのことを見守ってるわ。え？シード、いい加減起きなさい。え？姉さん？何？何じゃないわよ。今日は一緒に出かけるって言ったでしょ。ああ、そうだったね。でもここ僕の部屋なんだけど。弟を心配するお姉ちゃんに入れない場所はないの。患ってもこういうところは変わらないよね、姉さん。逃げようとしたって無駄よ。お姉ちゃんとの約束をそう簡単にすっぽかせると思わないことね。私はあんたのことをいつだって見守ってるんだから。はーい。で、あれ、見守るってどこかで同じことを言われた気がするけど。シド、聞いてるの？ああ、うん。それならさっさと準備しなさい。寝坊したからって予定はなくならないわよ。大丈夫、分かってるって。本当に？これまであんたがどれだけ。また左手が。ふむ、いきなり手がうずく。あれ、まさしく典型的な症状だ。こういう時は姉さんはゆっくり休んでて、その間に僕は着替えるから。
否定はせずにそっとしておく。これぞ思春期の繊細な心を傷つけない模範的対応。シド、ありがとう。ちょっと外で休んでくるわね。さて、姉さんが待っているであろうこの間に。そういえば、さっきの騎士官って、なんだっけ。まあ、いっか。大事なことなら、そのうち思い出すでしょ。ええ。ちゃんと見てるわ。これからも、あなたと、この子の運命を。